はい、ウィグラーについて説明したいと思います。ウィグラーはですね、キーフレームをですねランダムに作り出せる、そうした機能の一つです。ここではですねこのボールを使って、ウィグラーをちょっとやってみましょう。はい、まずですね、ウィグラーを使うには今回位置に対してちょっとかけてみたいと思います。ウィンドウからですねウィグラーを選択、そうしますと画面右下にウィグラーのパネルが表示されます。さあここでですねまず位置をちょっとボールを中心に置いてキーフレームを打ちます。そして4秒間何も動かないような形であればまたこちらの方にキーフレームを加えるを選択して2つキーフレームを作ります。ウィグラーを使うときはですね必ず2つのキーフレームを選択してあげてください。そして位置のボタンを押して2つキーフレームが選択されるとこちらのウィグラーのですねパネルがアクティブになります。基本的にですね空間パスは位置やスケールや回転といったものに活用します。そして時間グラフっていうのは不透明度、時間が経つにつれて変わるようなもの、そういったものに対して適用する、するわけです。さあ、次元なんですけども、次元ですね、次元五右衛門の次元ですね。はい、そこで、まず全次元 XY、まあ、様々なものがあるんですが、ちょっと今は全次元個別入札と選択しています。そして周波数と強さなんですけども、周波数は後ろに、秒と書いてありますね。つまり1秒間にいくつ周波数をつけるか、まあ、周波数ってちょっと考え方が難しいんですが1秒間に何個キーフレームをつけるかという形になっています。これちょっと5としましょう。そして強さを300でちょっとまずは適用しています。はい、これちょっとご覧いただくと、はい、ボールがすごい勢いで動いているのが確認できます。これはですね周波数、つまり1秒間にキーフレームを5個打ちまして、その5個で、まあ、強さ300の大きさで、このような形でランダムの値で動いてるっていう形になるわけです。ですから今ここの周波数5なんですが、例えばこれを30にするとどうなるかというと、はい、キーフレームが30個、1秒間に30個ということはより、まあ、すごくこう激しく動くというかですね、まあ、激しくですねキーフレームが細かいので激しく動く形になります。おすごいですね。なんかミラクルボールみたいな、すごい感じがしてますね。分身魔球です。あ、3つぐらいに見えますね。はい。で、次がですね、強さなんですけども、今は300でやってますが、例えばこれが50だったらどうなるかというと、はい。まあ、より小さく、まあ、小刻みっていうかですね、小さくですね、まあ、強さっていうのはどのくらい大きく、使うかなんで、まあ、こういった形で強さが小さければ小さいほど小さいエネルギーで動くわけです。じゃあこれがですね今度は、ちょっと1000とかにしましょう。1000、おっとすごいですね。これはもう分身魔球というかですね、もう魔球じゃないですね。本当にあのミッドに返ってくるのか分かんないような感じですけども、はい、ちなみにですね、はい、今ここ、次元がですね X のところで、ウィグルをかけると横の動きですね、横のスライドでランダムになります。また今度は Y でやるともう予測できると思うんですが、縦ですね、縦の動きになります。そして、全次元同じにしますと、これはですねハスになるわけですね。ハスの動きになります。同様に今度は全次元を個別にすると、先ほどやったようにランダムの値で前後、XY で動きます。まあ、例えばですね、ここまで速くなった場合はですね、モーションブラースイッチを適用してあげると、もうまさに魔球のような形で、すごいですね。おお、跳ねてますね。はい。もちろん、ウィグルですね、一箇所だけじゃなくて、今度は、回転にもちょっと入れましょう。回転も同じように、ちょっとウィグルで、はい、選択していきますよ、というと、今度は、回転してますね。さらにすごいボールが面白いんだろう。不透明度をですね、ここで100にして、はい、3秒ぐらいですね。3秒で100でいいか。このぐらいにして消します。あ、ボールが複数に見える。あ、消えたぞっていうような形になるわけですね。